モルク世界大会2023 in 秋運河予選第7試合目です。さあ日本のブレイクから始まります。ステップ入れて12本しっかり取り切りました。さあブレイクはこのような配置ですね。7、9、8、5が狙えるかなというように見えます。9番から徐々に取っていくような試合運びになるとは思われます。で相手はモルクンコルキュンさんですね。フィンランドのチームです。コルキュンが確か乾杯っていう意味で、まあ、お酒とビールとモルクみたいなコンセプトでやってるチームですね。さあ9番からなってきます。9番しっかり当てました。はい、ということで日本が12点、モルクンコルキュンが9点です。さあこのまま9番を取り続けるのか、あまりリスク取らず8番でもいいかなというふうには思います。さあ8番ですね。8番しっかり取り切るような形でスタートします。日本2投目しっかり8番取り切りました。日本20点、モルクンコルキュンが、9点です。さあ相手はこのまま8番取ってくるんじゃないかなとは思います。さあモルクンコルキュンの2投目どこを狙ってくるのか、9番狙ってくるのか8番狙ってくるのか、本当にこれはチームによるかなというかチームの戦術によると思います。8番ですね。8番飛びました。しっかり勢いつけて飛ばしましたね。重心移動を使いながらいい当て感でした。ナイスショットです。さあ日本20点、モルクンコルキュンが17点、しっかりと追ってきてますね。まあこの難易度だと次は9番を狙うような形になると思います。ここで取れれば29点、3ターンで29点は結構大きいです。さあ決めれるのか、少し左にずれてしまいましたね。まあ、この9番難しいショットになりますね。少し左にずれてしまいました。本当に5センチ10センチぐらいの距離感かなと思います。惜しいですね。さあモルクンコルキュンさんはどこを狙ってくるのか、まあ、この状況だとガシャを入れてもいいようには見えますね。大きな数字が出そうな配置には見えませんし、ゆるガシャぐらいでガシャしてもいいかなと思います。5ですね。5をしっかり点数重ねていきますね。5取り切りました。5を取って22点に持ってきましたね。さあモルクンコルキュンが22点で日本が20点です。で今出てるのが9番5番8番9番5番8番です。8番が少し遠いのと、まあ、9番もう一回日本が狙ってもいいかなというようには見えます。ただまあ最短を考えた時には日本はまだ先行を取れている状態なので、焦らずに9番だったり5番取っちゃうとモルクンコルキュンに先行が移るかなというような形です。7番も少し狙えるかなというようには見えますが、9番5番8番の方が狙いやすいようには見えます。さあどこ狙っていくのか難しいですね。一回ガシャ入れたいんですけど、ここでガシャ入れて仕掛けてもいいようには見えます。7本以上取って11、12出して11、12で上がるのがベストなんですけど、11、12ってなかなか出しにくいとは思うので、まあ、シンプルに点数重ねることを考えて優先していいと思います。さあどこ狙うのか、ガシャ来ましたね。ガシャです。4点入りました。ミス消しの意味も込めて4点いったのかなとは思います。手前のガシャで、ただ高得点は出たように見えないですね。7番が少し狙いやすくなったかなっていうのと、あと10番が縦で狙えるかなというようには見えます。まあ、奥は9番8番がありますね。ただ距離が少しあるのでどこ狙っていくのか、5番ですね。まあ順調にあえても、まあ、確実に堅実にこう点数と重ねていこうというように見えます。しっかりと5番取ってきました。そして9番に近づきましたね。すごく嫌なショットですね。これでモルクンコルキュンが先行取れたので、まあ11、12が出てないんで、まだそんなに不利な、日本が不利な状況にはなってませんが、実質モルクンコルキュンが今先行を取っているような形になります。さあ日本ここで何を狙ってくるのか、7を狙ってくるのか10の縦いくのかですね。
さあ難しいですね。モルフンコルキュンが23点必要で、日本は日本が26点必要。点数重ねることを優先していいようには見えます。さあ話し合いの結果どこになったのか。縦で10狙ってきますね。ヨッシーさん、今投げるのヨッシーさんなんですけど、ヨッシーさんちょっとこれまで縦が結構当たっているっていうのも考慮して10狙ってくることを決めました。さあ決めれるか。決めきりました。ナイスショットです。10番決めきりました。これで日本は34点で残り16点上がりですね。綺麗な縦スラですね。さあリプレイです。しっかりと滑らせて10をヒットしました、ね、ナイスショットですね。これで日本の日本34点、モルキュン、モルキュンが27点、まあ、しっかりと10番取ってきますよね。ここはさあ10点取りました。相手は13点上がりで、日本には日本が16点上がりです。さあ6番が出ているのかによって10狙うかが結構分かれてくるかなと思います。さあ今は何があるのか。7番が狙える状況で、9番が5番が近い。あれは6番かな、一番遠いのが6番かなと思います。10番いきますね。シンプルに10番取ってで6上がりを刻むような形になるかなと思います。6番がちょっと見当たらないですね。10番しっかり飛びました。しかも飛ばしました。モルクンコルキュンはこれちょっと10番取れないかなとは思います。さあ両者どうやって刻んでいくのか。今出ているのが何なのかちょっと把握できかねない。さあ9が5の近く、7、2、10、4、6が11、10の裏にありますね。6が11、10の裏にあるので、ここ一発は難しいかなと思います。4から来ますね。4行って9で上がる感じですかね。さあ、モルクンコルキュンが41点で9上がり、で、日本が6上がりです。6が11、12の裏ですね。ここ難しいショットになるかなと思うんですが、狙ってくるのか。これでも6、2で割ってもいいようには見えます。で、9が5の裏ですね。どっちもふわりのショットが上がり目になります。さあ、6トライするのか、それとも2、4で割るのか。さあ、狙ってくるのかな。6番狙ってきそうですね。さあ、日本、6点上がり。ここトライします。決めきれるのか。ふわりです。結構難易度高めのふわりです。ビタビタについてますね。手前当たって4本倒れました。2上がりです。似た場を狙うのか、2本2単品狙うのか、どっちもいけるような状況になってますね。結果的にナイスショットだと思います。はい、2も2タバも見えてますね。相手がこの9決めるかどうかで日本や日本順番が回ってくるか。5倒しましたね。相手4上がりです。4もオープンですね。あ、2ですね、ごめんなさい。10をさっきキャッチしたんで2点です。相手7上がりです。7オープンです。さあ2、1本決めるのか2タバにするのか、まあ、それはお互い、まあ、自分のスキルに合わせてやるのかなと思いますが、まあ、2、1本倒してその後にキャッチ1本したとしても2点になるんで、ここは確実に2、1本狙ってくるかなと思います。さあ決めきれるか。2、1本。しっかり決めきりました。日本は日本このセット取り切れます。ナイスショット。さあ今回8ターンで上がりました。でモルグンコルキュンヒット率 100% ですね。ただキャッチとかもあったかなという印象です。簡単な球を、簡単なところをどんどん狙っていくような戦略に見えました。上がり目はお互いにあったんですが、日本には日本が2回目でしっかりと決め切りました。今回のベストショットです。この10の縦ですね。ナイスショット。これで一気に流れつかめたかなと思います。さあ2セット目始まります。
今回モルクンコルキューさんの、ブレイクから始まります。ちょっと強く当たりきりませんでしたね。6点です。モルクンコルキュー6点、日本0点です。でまあそのスキットルが広がってないので日本がもう一度ガシャをすると思います。で今回の世界大会のレギュレーションなんですが、11グループ、11チーム1グループで、総当たり戦をします。2セットゲームを10試合します。勝ち負けを決めるんじゃなくて2セットで全部終わりです。でそれの総勝ちセット数が多いチームから多い上位8チームが決勝トーナメント進出です。なので3チームだけ予選で落ちちゃうような形になってますね。さあもう一度ガシャします。お、9点ですね。9点入りました。しっかりと当たってたんでモルクボーが後ろに飛ばず前に戻ってきましたね。ナイスだと思います。そこまで広がってないので相手にも高得点取らせないようなすごくいいガシャになったと思います。さあ相手はもう一度ガシャしてくるような形にも見えますね。10、11、12もそこまで外に出なさそうにも見えるんで、もう一度ガシャするかなと思います。ガシャしてきましたね。9点です。モルクンコルキュン15点、日本9点です。さあこれで9番8番とか出るか。11番が少し出ましたね。なかなか難しさはあるんですけど、ふわりで11番が狙える距離ですね。確実に取るのは難しそうにも見えるんですけど、11番は狙える距離ではあるかなと思います。さあ日本はここ11を狙うのか、あの番号を狙うのか。11狙ってきそうですね。11です。さあここ取れると結構大きく出れません。日本は大きく先行できるかなっていう気がします。さあ決めきれるか。少し短かったですね。手前の2本を取りました。なので日本が、まあ、なので11点になりましたね。ちょっと短かったですね。逆に少し11番がオープンな形になったので、アイモルクンコリキュンさんは狙いやすくなったかなというように思います。ですがここ11当たらずですが7を取れたので、結果的に悪くないショットになりましたね。次に日本は11点しっかりと追い切ってモルクンコルキュンに追いつきたいところではあります。さあここしっかり取り切れるか。ナイスショット、22点です。モルクンコルキュン22点、日本22点でしっかり追いつきました。ただもう一度11点が使えるので、しばらく、まあ、相手ももう一回取ってくるかなっていうような形に見えます。結構この一気にガシャで11が出てからスピード感が上がったなという印象です。そうですね、11番モルクンコルキュンは11番狙ってきます。これミスですね。ちなみに投げた後今モルクカーリーまたいたんですけど、実際はこれアウトなので、もし当たったとしても0点になりますね、厳密には。まあ友達と遊ぶ分には僕も全然気にしないんですが、ルール上一応投げた後はモルカリまたいてはいけないっていうのがあります。なのでもし競技とか大会で出るときは気をつけてください。さあ何番狙っていくのか。ガシャしてきてもいいようには見えますが、11狙いますね。11狙います。まあここ11取って美味しくいきたいところでありますね。さあ11番取り切れるのか。ちょっと巻き込んじゃいました。手前当たりましたね。あれが何番なのか。9番かな。9番。そうですね。このショットで9、11、7、3、5がオープンな形です。さあ、28点多分この中で作れるんじゃないかなと思います。11からまずですね。11。さあモルクンコルキュン11リベンジですね。取り切れるか。ナイスショットですね。11しっかり取り切りました。ちゃんと当たったんで奥まで行きましたね。
狙え、11の得点の大きさ考えると狙えなくはないですけど、ちょっとリスクがあるかなっていうところで、無理せず9番から取りに行っていいような形には見えます。さあ、日本は日本、次どこを狙うのか。9番取ると33で追いつきますね。またミラーのような形になります。今出てるのが奇数しかないので、で、モル君、コリキュンが残り17点ってなると、3投になるとは思います。数字的には2投でいける数なんですが、まあ、ガシャして何出るかとかにはよると思いますが、さあ、日本は日本、9点狙ってきます。決めきれるか。しっかり当ててきました。キャッチもせず、9点取ってきました。日本は日本、モルグン・ゴルキュン、両者とも33点です。33対33。はい、モルクン・コルキュンさんのそのモルキュン・モルキュン・コルキュンがまあ乾杯って意味もあって、このモルクン・コルキュンさんのバッジが結構可愛いデザインだったんですよね。ボルック帽の形をしたものにビールを注いである、モルック帽じゃないわ、スキットルの形をしたグラスにビールが注いであるようなデザインで結構可愛かったですね。やっぱり北欧とか本場の方だと競技としてモルク楽しむっていうよりかは、まあビール片手にモルクしようねっていう、そういうお酒とモルクっていう文化もあって、すごくまあ楽しそうな雰囲気でこのチームやってましたね。ガシャしてきましたね。これガシャしてきました。7点です。さあ10番がどこに出るか。10番がどこに出るかで結構試合の流れが決まりますね。10は2の横ですね。縦で狙ってくるのか。縦で狙えなくはないようには見えます。はい。で、日本には日本は、これで6が出たので6、11をしてくるようには思います。モル君、コル君は10を、ま、狙ってくるのか、縦で投げてくる印象があまりないのですが、縦投げをしてくるのか、もしくは横で端っかけをしてくるのかっていうように思われます。日本の日本、残り17点なので6、11で来ると思います。さあ、まず6からですね。ここは決め切りたい。ナイスショット、キャッチせず6だけ取り切りました。これでモルクン・コリキュンが10点上がり、日本の日本が11上がりです。さあ、お互いに上がりが見えてきた状態でのショットになります。実際相手は10点を5-5で刻んだり7-3で刻むことも可能でありますね。まあ10の自信度によるかなと思います。さあ、チームの戦略にはよると思うんですが、どこを狙ってくるのか。10狙ってきますね。横で持ってます。モルクバ横で持ってるんで、端で引っ掛けるようなイメージだと思います。さあ、どうなるか。惜しい。これで4点ですね。6上がりです。6上がりです。さっき日本は日本が6を飛ばした、ちょっと奥の方に飛んでいってはいるので、簡単なショットではないと思うんですが、11の方が難易度は低めかなとは思います。さあ、日本には日本は11を取り切れるのか、11を取り切れるのか。ここしっかり取り切ってこのゲーム2セット取りたいですね。ステップ入れて投げた、少しずれましたね。1ミスです。左側に少しずれたね、ましたね。まあ、この場面僕が投げたんですけど、ちょっとステップ入れるか入れないか迷って、ちょっとしっかりと自分の中で決め切ってから投げた方が良かったかなという印象です。さあ、相手は6上がりです。コルキュン、コルキュン、決め切るか。決め切りました。日本は日本が外した上がりで回ってきたチャンスを、モルキュン、コルキュンが6点しっかり決め切って上がりました。ナイスショットですね。しっかりと当てました。結果的に日本の日本対モルクン・ゴルキュンは1対1でドローという結果になりました。はい、8ターンでモルクン・ゴルキュンさん上がりました。で、ヒット率お互いに悪くないですね。ちょっとお互いキャッチとかもあったかなと思うんですが、悪くないと思います。で、上がり目を1セット目と同じように決めきれなかった、まあ、決めきった方が勝ったかなという印象です。今回のベストショットです。最後の上がり目のショットですね。なかなか距離あるショットなんですが、8メートルくらいかなと思います。しっかりと決め切りました。ナイスショットです。